52回日刊スポーツ新聞社杯争奪戦 S 級決勝は徳島61期高田圭一選手の優勝でした。ただいまより高田選手の優勝インタビューを取り行います。大きな拍手でお出迎えくださいませ。支部長やりましたね。ありがとうございます。徳島の支部長なんですよ。まあこのね、今の激闘の経験の中で、大変な、業務をやりながらですね、練習もやって優勝、どうですか気持ちは。そうですね、 S 級初優勝なんでめちゃくちゃ嬉しいです。初優勝ですか。はい、まあ、62期といえばね、谷山雄一郎選手、そして山田雄一選手なんかも同期なんですよね。そうですね、みんな頑張ってるんで負けないように頑張ったと思います。いや前回も優勝してたじゃないですか。そして2場所続けて優勝戦に乗れてよかったねっていう話だったんですけども、まさか優勝とはね。そうですね、もう前に恵まれました。はい、ただですね、初日も昨日もすごく車が伸びてました。調子良かったですね。そうですね、はい、ゴールをしてですね、一周回ってきた、三宅選手がですね、達也選手がですね、長いと一言だけね、まあ自然と出た言葉だと思うんですけども入ってましたけども、やはり直線長くてこちらが良かったですかね。そうですね、もうその一言がつきます。まあ、岡山勢の指導をもらって、余裕で今日は3番だったんですかね。いや余裕じゃなかったですけど、まあ抜けて良かったです。はい、まあ、これからも大宮競輪を愛し続けてまた来てください。はい、また頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。